マクラーレン MP4 から18はマクラーレンが2003年の F1 世界選手権に向けて開発したフォーミュラワンカー。テクニカルディレクターはエイドリアン・ニューウェイ、デザイナーはマイク・コフラン。実戦には一度も投入されなかった。革新的な細長いノーズをはじめ、随所に新機軸を導入したマシンである。 前年にアローズから移籍してきたコフランの思想が色濃く反映されている。フロントサスペンションにはツインキールを採用し、その効果を最大限に得るために気流の妨げとなるノーズを極限までコンパクト化している。またメルセデス・ベンツエンジンの廃棄は下方廃棄とされリアの低重心化に貢献した。当初からの開発の遅れから2003年シーズンの序盤を 昨年のマシンの改良系である MP4 から 17D で戦い、MP4 から18はシーズン中盤より実戦投入するものとされた。2003年5月21日にポールリカールサーキットにてアレクサンダー・ブルズによってトラブルなくシェイクダウンされた。その後のテストでは不具合が多発し、FIA の義務づけるクラッシュテストも通過することができなかった。 これらの問題はついに解決を見ず、MP4 から18の投入は断念された。しかしながら、MP4 から18のコンセプトは開発を続けられ、2004年のマシンである MP4 から19に受け継がれた。マクラーレイン MP4 から19。このマシンは、MP4 から18をもとに製作された。ありがとうございます。